まあ、ナンバー2だけが出てる時のミーティングと、まあ、向こうの営業の態度がね、違ってたんですよ。もうちゃんと伝えて、で、その場でうちの会社を選びますっていうふうに言ってくれて。似たような形の上場会社の IPO でどんどん出てきているかなとは思ってて、御社とどこが違うんでしたっけ？やっぱ作ろうとしてる世界観っていうのは正直全然違うなと思ってるんですよね。で、今の、まあ、M&A、過去の M&A、2件の話、伺ってたんですけど、まあ、それ言っても3年以上前じゃないですか。やっぱり結果どうなってるのかな、まあ、進捗どうなってるのかなっていうのが気になるんですけれども、今の時点でどう評価してますか、その2件の M&A について。私個人としては、まあ大成功かなと思ってまして。で、もともと収益面って意味だと、赤字事業だったので、まあそれが今期になって、やっとでトントン超えてくるっていう感じなので、まあそこだけで見ると、3年とかね、2年経って、やっとでトントンかよっていうふうな見え方もあるかもしれないんですけど、この事業があるからこそ、別の事業は生まれてきてるんですよね。さっきお伝えしたリスキリングの事業。なんですかね、リスキリングって、例えばデジタルのリスキリングやろうと思ったら、オンラインでなんか勉強してとか、そういったものはいっぱいあるんですけど、じゃあオンラインで勉強した人が、東京の大企業の、デジタルトランスフォーメーションとかを推進できるかって言ったら、できるはずがないんですよね。だそのために経験を積まなくちゃいけないんですけど、経験を積む実践の場所っていうのはないんですよ。で、我々はいろんな地域の中小企業さんとかのネットワークありますので、地方の中小企業さんでのデジタルの仕事とかをやってもらうんですよね。で、大企業のデジタルトランスフォーメーションと比べたら、やっぱ中小のデジタルトランスフォーメーションって難易度かなり低いので、で、そういったところで実践を積みながらやっていく。そしてさらに言うと、すでに副業やフリーランスの経験者が、初めて副業をやる人とかに伴走して、寄り添ってあげるっていうような仕組みにしてるんですけど、これも実はスキルシフトとかグローバルミッションジョブズっていうプラットフォームがあるから初めて成立してるんですよね。3年経ってみて、このリスキリングっていう波が今まさに押し寄せていますけど、それに向けた我々独自のサービスを作れているっていうのは、それらの地方のプラットフォームがあるからなんですね。なので、単体の事業としても、まあ、いろんな地域のネットワークも作れましたし、自治体との仕事がかなり増えて、信用っていうのも得ることができました。で、さらに、リスキリングの新しい事業を、それがあったから作ることができたということで、まあ、いろんな面で、まあ、最初の2つの M&A っていうのは、成功というか、今のミライワークスが、まあ、こうなるにはなくてはならない存在だったと思いますね。なるほど。そうですね。まあ、3年経って今、目が、まあ、黒点もしたし、これまでいろんなそこから事業を発生したっていうところだと思うんですけど、近2022年ですね、事業年度またいでますけど、去年1年間で2件 MA またしてると思うんですけど、それまでの間に3年間空いたのは、それはたまたまその3年間に買いたいという、欲しい、M&A したいというところがなかっただけで、常に模索はしていたってことなんですかね。ですね。だから、この間にもね、もちろんいろんな案件見てみましたし、最終局面に近いところまで行ったことはあるっていうのが実はあったんですよね。だからそこは最後の手前のところでブレイクしましたね。終盤戦のタイミングだったんですけど、その時は M&A の仲介業者のプロセスにも問題あったと思うんですけど、我々がその M&A の仲介業者のことを信頼できないなって思っちゃったんですよ。それはなんか、例えばなんだろう、嘘も、シンプルに嘘ついてるとか、他の買い手候補には言ってるけど、御社に言ってないみたいな情報があるとか、どういうところなんですか？私とデューデリに入っていたのがナンバー2なんですけど、まあ、ナンバー2にだけが出てる時のミーティングと、私が入ってる時のミーティングで、まあ、向こうの営業の態度がね、違ってたんですよ。うちの CFO からそういったことを言われて、あ、そうなんだ、本当なのかなと思って、で、オンラインミーティングやってる時に、私はオンラインに入んないで隣で聞いてたんです。で、したら、確かにそうだなと思っていて、で、まあ、20分ぐらい聞いた後に、横からスッと入って、でもこれ、この間こうだったよね、みたいな感じで、で、申し訳ないけど、やめるわっていうのをその場で言ったんですよね。態度なんかこう、横柄というか、やる気がなさそうな感じとか、それでも言ってる内容自体が二枚舌みたいな感じになってたっていうこと。喋り方みたいな態度と、あと、交渉の時の返し方とかもそうですけど、なんか信頼できないなって感じちゃったんですね。なるほど。そうっすよね。もう完全に仲介会社リスクですよね。売り手としてもたまったもんじゃないですよね、それ。
ですね。で、その後ですね、次のサービスが、アンドテクノロジーズっていう会社を M&A しまして、その会社でやっていたアフィリエイトのモデルですね。特に人材領域に特化した、アフィリエイトのビジネスモデルを M&A して、現在も続けております。こちらはリクルートさんとかビズリーチさんとか、そういった大手の人材会社に、毎月のように数百人規模で、転職希望者を送客するような、そんな仕組みになっています。それは別にさっきの話だと、継続的に MA はソーシングしていた中でいい会社が出てきたっていうことだと思うんですけれども。そうですね。たまたまもう結構昔から仲いい会社が、M&A 仲介も1年半ぐらい前に始めたんですかね。で、それでたまたま私のところにも話が来てっていうところで、で、その案件もね、面白いなと思ったのは、まあ、アフィリエイトのサービスですけど、そこの社長って、うち の登録フリーランスだったんですよね。なるほど。で、うちで稼働してた時期もあったんですけど、ちょうど稼働してた時期に立ち上げてたサービスなんですよ。だから我々のところでフリーランスとしてそれなりのキャッシュを得ながら、一生懸命ウェブのサービス、方々立ち上げて、それがまあ咲いた時に、それを売ってデマンドにするって流れになって、なんかストーリーとしても非常にまあ面白いなと思いましたし、サービスとしても親和性も高いですし、で、そこの社長は、社長だった方は今もうちの執行役員として事業を推進してくれてるんですけど、まあうちの登録フリーランスだったぐらいなので、事業とかも分かってますし、まあ、仕事の理解もありますし、いろんな面でいいんですよね。今のところ今時点でうちの会社取締役は常勤で2人と執行役員が6人いるんですよ、うん、で、その6人の中の2人は M&A で事業責任者として来た方がそのまま執行役員になってますね。そうなんですね。そのままってこの後ですね、うん、しばらく働いてからですけど、そういった意味だと、人材獲得っていう意味でも、うちは M&A っていうのは結構プラスに働いてますね。うん、その2人、お二人は、売り手の社長だった方ですか、それとも社員だった方ですか。一人は社長だった方です。うんうん、で、もう一人は、サービス自体の責任者だった方ですね。うんうんうん、なんか社長だった人って、こう、自分がトップじゃなくなったり、まあ、そもそもキャピタルゲインもなんか 100% 上としては特になくなると思うんですけど、インセンティブでちょっと難しくなってやめちゃうみたいな人も結構いるんですけど、もうそこはクリアになってますかね。でもそれって人によりますよね、多分。うんうんうん、なので、まあ、正直言うと法的な縛りはないけど、もう信頼関係の中で、これはやってよっていうような、そういうような感じですね。うん、なるほどね。ああ、でも MA して優秀な人材はどんどん登用していくっていう流れがあれば、より MA の成功確率高まるし、やる意義が出てくるってことですよね。うちは社員採用するときも一緒なんですけど、うちのビジョン、プロフェッショナル人材が挑戦するエコシステムを創造するっていう、このビジョンに共感してない方っていうのは、やっぱ採用しないっていうふうに決めてるんですよ。うん、で、同じようにその M&A で入ってくる方の中でも、このビジョンに共感いただける方っていうのもいらっしゃるので、そうするとそのまま一緒にやろうよっていうふうにはなっていくんですよね。まあ、今であれば、例えば1テーマとしてやっぱ地方創生っていうのが出てきてますので、やっぱじゃあ地方創生やりたくてうちの会社にジョインしてくる方っていうのはやっぱ多いんですよね。特に人材会社とかって地方創生とか言いながら、うん、でもやっぱ利益目的についつい寄ってっちゃって、本当の意味での、まあ、地方のためにっていう活動ができないっていう、そういう時に、うん、まあ外から見てても実際我々もそう思ってますけど、これだけ地方創生に本気で取り組んでる人材会社ってなかなかないと思うんですよ。だからそういった意味で、そこのやりがいでうちの会社に来てくれた人材会社出身の方っていうのは結構多いですね。うん、なるほどね。それで MA 対象会社に対しても同じものを求めてというか判断基準にしてるってことなんですね。はい。うんうん、そして、去年の10月ですね、HYBE という会社を M&A しまして、クリエイターやデザイナー、ウェブデザイナーに特化した転職マッチングプラットフォーム、MoreWorks っていうのを、運営し始めております。それはどういった経緯ですか？これに関しては、HYBE社が会社を売却することになったときに、まあ、仲介会社っていうか FA にお願いしたんですよね。で、そのお願いした FA が、私の昔からの知り合いだったんですよ。で、何社か声かける中で私にも声かけたって形で、なので、仲介会社ではなく、セルサイドの FA っていう感じで、
入った人から我々がまあ買収することになったって形なので、配布者は実は仲介料発生しないんですよね。なのでそこから話聞いたときにやっぱピンときたっていうか、社長と初めてお会いしたときにもうなんかね、なんか馬が合いそうな感じがするっていうか、そういったのもありましたし、単純にそのサービスを何でやってきたかっていうこととサービスに対する思いっていうのがすごい伝わってきて、でまあ社長も売却したら抜ける前提だったんですけど、なんだけどなんかね、その思いを引き継ぎたいなっていうふうに思ったんですよね、私自身が。でこれをこの世界観をちゃんとやってくれる会社って他にもないだろうし、誰かが本当の意味で人材のためを思ってやってるっていうのを、やっぱうちも人材側向いてる会社なので、そういう会社が引き継ぐべきなんじゃないかなっていう、なんかそんな思いでもうディールが始まった時からもうこれは行くんだろうなって思いながら進めた感じでしたね。うん、なるほどね。まあ我々はこう考えてますっていうことと、こういうようなことをやらせてほしいというのをちゃんと伝えて、でその場でうちの会社を選びますっていうふうに言ってくれて、本当に言っちゃいけないと思うんですけどね。それこれでも今のめちゃくちゃ重要だと思うんですよね。今どうしても買い手はなんかこう自分たちの都合というか経営判断は自分たちの中で完結させて、意外と売り手にあんまり伝わってないみたいなケース多いと思うんですけど、それをオープンにしてこうしていきたいから一緒にやろうよっていうはっきりやられてるっていうのは、意外と買い手やってないところ多いんで、それが効きますよね。あとちょっと別角度で思ったのが、まあ、要は買い手として MA 仲介さん経由の案件も FA さん経由の案件も携わったわけじゃないですか。はい。何か違いって感じたことありましたか？仲介の会社はとにかくディールをダウンさせることを最優先させて動いていくんですよね。はい。私は感じたんですけど、そのセルサイドの FA に入ってる人は、うん、やっぱそのセルサイドの人がどうしたいか、うん、それを実現するっていう本当に寄り添ってやってたと思うんですよね。うんうんうん。だからもう決まればいいやっていう、全然そういう温度感じゃないので、そこはなんか違ったな。人柄が違っただけかもしれないですけど、たまたまなんですよね、こういうのって。うん、まあそうです。もともとお知り合いだったっていうことですもんね。はい、それもありますね。うんうん、なので、ね、Facebook とかもつながってるんで、私が普段その地方創生にどれだけ思いを持ってるかっていうのも、その辺深くも知ってますし、でそういったお互いのことを知ってるから、この2人は馬が合うんじゃないかとか、うん、そういったのなんか直感的に思ったらしいんですよね。うん、やっぱだから、ただ単に営業を受けてるだけの人と、本当の意味で自分が知ってる人からの話っていうのは、受け取り方やっぱ全然違いますよね。うん、確かに。そうだ、仲介の人たちとなんか会食するとか、うん、やっぱちゃんと知ってることってすごい重要なんじゃないかなと思っていて、うん、転職エージェントもそうなんですよね。転職エージェントとクライアント企業の間、その間でどれだけ信頼関係があるかによって決まるか決まらないかとか、うん、そういったのも変わってますし、やっぱエージェントの人たちのそのキャンディデートの人たちかが選びやすくなるっていうか、うん、まあそういった意味を考えるとね、 M&A の業界も一緒なんじゃないですかね。うんうん、なるほどね。あ、これはすごい FA 仲介っていろんな角度で議論されてますけど、リアルな買い手目線の声ってなかなか貴重なんで参考になりますね。ありがとうございます。ちょっとまあ M&A の話もいろいろお伺いしたんですけど、ちょっと別角度で僕気になってるところがあって、御社が上場して5年前ですよね、上場したタイミングって、はい、僕の理解だとその要はフリーランスの方とかをマッチングしてでサービスにするみたいなモデルって上場会社で ほぼなかった認識だったんですね。まあ、ただ、その時流にも乗ってるっていうのもあると思うんですけれども、最近、似たような形の上場会社も IPO でどんどん出てきているかなとは思ってて、まあ、具体名挙げると、例えばサーキュレーションさんとか、イントループさんとかもそうかな。あとは、まあ、他にも何社もあると思うんですけれども、って時に、御社と、こう、どこが違うんでしたっけっていうのは、結構、こう、投資家目線だと、リアルに気になるかなとは思うんですけれども、その、社長としてはどう、捉えてるんですか、そのこういう状況っていうのは。まあフリーランスの事業だけで見ると、うん、確かに被る、うん、まあ、とかそういったのはどんどん今増えてきてるんですけど、やっぱ作ろうとしてる世界観っていうのは正直全然違うなと思ってるんですよね。うん、なのでまあ我々の場合だと、このプロ人材が挑戦する、まあ、そういったエコシステムを作っていきましょうと。で特にライスワークとライフワークのここの文脈っていうのが全然違うんですよね。でフリーランスの仕事って
業務委託でお金をもらうっていうことで、どちらかといえばライスワークとしてやってる人が多いんですよ。本当にやりたいことって別にあるんですよね。うん、でこれがワークライフバランスみたいな意味で、家族との時間を、まあ、ゆっくり過ごしたいからっていうの で週3回しか働かないとか、そういうふうなタイプの方もいるんですけど、まあ、どちらかといえば別にやりたい事業とか、こういったことがやりたいって言って、それでただ生活水準の維持っていうのは業務委託のフリーランスでやってますみたいなタイプの方ってかなり多いんですよ。ライフワークとして取り組みたいことっていうのは、今まで会ってきた人の中だと3つのタイプがありまして、1つ目が中小企業とかベンチャー企業のサポートがしたい、スモールビジネスのサポートって感じですね。でこれは自分でコンサルティングでやるっていう人もいるし、 SaaS みたいなプロダクトを作って、例えば不動産業界の生産性上げたいんですよとか、そういったタイプもいるんですけど、まあ、そういうことをやりたい人。2つ目は地方創生なんですよね、うん、で3つ目は海外とのつながり。これは、まあ、インバウンドみたいな感じで旅行者とか働く人を連れてきたいという人もいれば、アウトバウンドで日本酒とかを世界に広げていきたいとか、いろんな方がいらっしゃるんですけど、この3つ のライフワークって、まあ、なかなか、ね、マネタイズするのが難しい領域だったりするんですよね。なので、まあ、我々はフリーランスっていう事業を通じてライフワークを提供するんですけど、ライフワークに関してはまさに地方創生プラットフォーム提供しているので、そこで機会を作ることもできますし、オープンイノベーションの事業などを通じて、例えばスタートアップの支援をする機会とかも提供しているんですよね。地方副業のプラットフォームにおいてフリーランスの方も結構登録してるんですよ。で普段東京の案件だと月150万じゃないとやらないって言ってる人が、月3万円で地方の中小企業のデジタル化とかの支援してるんですね。だからその人に対して我々はまさにライスワークとライフワークの両方をサポートすることができてます。やっぱそういうような観点から、ただ単にはそのお金稼ぎっていうところだけじゃない世界観で、本当にその人がやっていきたい人生を送る支援、我々ライスワークの支援だけじゃなくて、ライフワークの支援もしているフリーランス向けの会社としては多分ほぼ唯一なんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、そこも明確に目指している姿が違うので、うん、なのでいろんなことを株式市場では言われますけど我々自身の信念を崩さないこと、これが重要ですし、うん、ただ、ね、ライフワークっていうのがちょっと儲からないってことですねつまりはそこのプラットフォームもそんなに儲からないんですよだそこだけやったらやっぱダメなんで、それを大企業向けのソリューションに仕立てて、そっちからちゃんとお金を取るっていうのを我々はチャレンジしてるんですよね。ロマンもソロバンもみたいな言い方しますけど、ビジョンとしてやりたいことはやりながら、そして他にもないサービスもやってるんですけど、うん、しっかりと利益も作りに行くぞっていうことにチャレンジして、うんうん、これは他の会社とはやっぱ目指す姿というかスタンスが全然違いますね。うん、ありがとうございます。よかったです。もう後半儲からなくてもいいんだって言うのかと思ってちょっとヒヤヒヤしたんですけど、それは違いますそれは違うっていうのがよかったんですけど、ね、地方創生ってみんなね、儲からないからって言ってやってたりとか、自治体とかそういったところからのお金だけで何とかしようとするみたいな、うん、そういうのが多いので、サステナブルな活動にならないんですよね、うんうん、ちゃんと事業として成立しないとダメだと思っていて、まあ、だからこそ我々はそこにチャレンジしてます。うん、なるほど、ありがとうございます。とすると今後ってどうされていくんですかね。まあ、規模の拡大を、まあ、どんどんやっていくってことで、うん、中継でも来期は100億っていうのを含めて、うん、通過点にしてさらに成長していくということと、やっぱ株式市場においては、まあ、なんだかんだって利益なんですよね。なので、まあ、利益をどういうふうに出していくかっていうときに、まあ、規模の拡大をして体質改善をして、そして利益を出していくっていう、まあ、王道みたいな感じですけど、まあ、そういうようなプロセスをやっていこうかなと思っているので、まあ、利益も出して株式市場でしっかりと評価されるような、そういうふうな会社になっていかなければいけないなということで、まあ、社員一同頑張ってるところですね。うん、そうですね。今の拡大して、利益を効率化してっていうところポイントかなと思っていて、やっぱり IR とか拝見してても比較的売上高と売上高総利益粗利ですね、ここを伸ばしていこうっていうところにコミットされてるのかなと思ってて、とするともちろん上場会社だから最終利益、当期純利益、営業利益重要だと思うんですけど、まずは両立しながらも事業拡大のところに当面は軸足を置いてっていう方向かなと思ったんで、って考えれば M&A も買ってきたら売り上げは増えるし、でただ営業利益でいうとのれん焼却とか踏まえると、まあ、ちょっと引っ張る部分もあると思うんで、まずはその規模のところ
両方大事だけど、そちらが特に優先っていうふうに IR 拝見してると捉えたんですけども、理解としては合ってますかね。おっしゃる通りですね。やっぱ規模がある程度にならないと生産性上げることもできないです、うん、なるべく規模を早く大きくした方が利益という意味だと、まあ、強い会社になるんじゃないかなとは思ってますね。いやー、ちょっともうめちゃくちゃいろいろ伺ったんですけど、何かこう逆にこれ見てる、動画見てる方々に伝えておきたいことってありますか？まず経営者の皆様に対しては、我々いつでも M&A したいと思ってるので、そういうのがあったら我々のビジョンに共感していただけるような会社があったら、うん、ぜひお声掛けいただきたいなということと、やっぱプロ人材をぜひもっと活用いただきたいなと思ってまして、我々上場前、上場準備とかしてる時にフリーランスを活用いただいて支援して、その後 IPO した会社が今23社いるんですよね。直近ですと、ちょうどこの間プロフェッショナルの活用アワードっていうのをお送りさせていただいたリキッドって会社なんですけど、まあ、そこは12月に上場したエレメントっていうホールディングス会社の 100% 子会社なんですけど、まあ、そういうような会社も直近だとありますし、やっぱね、上場準備すごい大変なんですけど、いちいち社員で全部やっていくのね、無理だと思うんですよね。必要な時に必要なパーツを連れてくる、そのための手段としてプロのフリーランスっていうのはすごくいい選択肢だと思いますので、まあ、そういった事例も含めて、もし何かお困りごとがあったら、いつでもお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いします。あと、フリーランスの方々に対しては、先ほどお伝えした通り、我々はライスワークだけじゃなくて、ライフワークも支援している会社、唯一だと思うんですけど、そういう会社でございますので、どういうふうなことをやっていきたいか、それに対して我々は様々な選択肢を提案できると思いますので、そういった意味でも、ぜひ、ご登録といただければと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあもうぜひ夢でもフリーランスの方でも興味ある方はちょっとサイト覗いていただければなと思います。いやー、じゃあ本当にいろいろお時間いただいてありがとうございます。またちょっと M&A でもされた際にはまたちょっと続報をお伺いしたいなと思っているので、引き続きよろしくお願いします。どうしました、ぜひよろしくお願いします。はい、ではまた M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今すぐ会社を売却する予定がなくても、ぜひサロンに入って M&A、 そして IPO を勉強しませんか？将来必ず役に立つと思います。ぜひ M&A バンクサロンでお会いしましょう。